1790年からナポリで活動し、ナポリオ王国の宮廷画家を務めた。肖像画家として高い評価を得た。イタリア中部、現在のリエティ県のサンタジュースタで生まれた。ローマに出て、ビアンキの弟子でボローニャ派の画家、カプリノッチの工房で学んだ。アカデミアディサンルカでコルビにも学んだ。1790年にナポリに移り、結婚し6人の子供が生まれた。 ナポリ国王、フェルディナンド一世からの依頼を受けるが、1799年にナポリ王国がフランス軍の侵攻により倒され、一時、パルテノペア共和国が成立したことによって実現しなかった。タペストリーや宝飾品、陶器を製造するナポリの王立工房で教え始め、1808年に王立印刷所の監査役になり、1810年までには、 絵画アカデミーの教授になり1812年は、版画学校の校長になった。南イタリアの画家を目指す学生にとって、重要な人物になり、アンジェリーニが教えた学生には、フィリッポ・バルビー、ドメーニコ・カルドラ、フェデリコ・マルダーリー、ジュゼッペ・マンチネッリ、アンジェロ・マリア・マゼア、ヴィンチェンツォ・マリネッリ、ヴィンチェンツォ・モラニ、フロリアのピエトロ・クルラがいる。ありがとうございます。